山の家。一週間前の話。娘を連れてドライブに行った。なんてことない山道を進んで行って、途中でドライブインで飯食って。で、娘を脅かそうと思って、舗装されていない脇道に入り込んだ。娘の静止が逆に面白くって、どんどん進んでいったんだ。そしたら、急にエンジンが止まってしまった。山奥だから携帯もつながらないし、車の知識もないから、娘と途方に暮れてしまった。飯食ったドライブインも、歩いたら何時間かかるのか。で、しょうがないからその日は車中泊して、次の日の朝から歩いてドライブインに行くことにしたんだ。車内で寒さをしのいでいるうち、夜になった。夜の山って何も音がしないのな。たまに風が吹いて、木がざわざわ言うぐらいで。で、どんどん時間が過ぎていって、娘は助手席で寝てしまった。俺も寝るかと思って、目を閉じたら、何か聞こえてきた。今思い出しても気味悪い。声だか音だかわからん感じで。で、そう、別。って、何度も繰り返しているんだ。で、最初は聞き間違いだと思い込もうとして、目を閉じたままにしていたんだけど、音がどんどん近づいてきている気がして、たまらなくなって目を開けたんだ。そしたら、白いのっぺりした何かが、めちゃくちゃな動きをしながら、車に近づいてくるのが見えた。形は、ウルトラマンのジャミラみたいな。頭がないシルエットで、足は一本に見えた。そいつが、例えるなら、ケンケンしながら、両手をめちゃくちゃに振り回して、体全体をブレさせながら、向かってくる。めちゃくちゃ怖くて、叫びそうになったけど、なぜかその時は隣で寝ている娘が起きないように、って、変なところに気が回って、叫ぶことも、逃げることもできないでいた。そいつはどんどん車に近づいてきたんだけど、どうも、車の脇を通り過ぎていくようだった。通り過ぎる間も、で、そう、別。って音がずっと聞こえた。そう、別。音が遠ざかっていって、後ろを振り返ってもそいつの姿が見えなかったから、ほっとして娘の方を向き直ったら、そいつが助手席の窓の外にいた。近くで見たら、頭がないと思っていたのに、胸のあたりに顔がついている。思い出したくもない恐ろしい顔で、ニタニタ笑っている。俺は、怖いを通り越して、娘に近づかれたって怒りが湧いてきて、この野郎！って叫んだんだ。叫んだ途端、そいつは消えて、娘が跳ね起きた。俺の怒鳴り声にびっくりして起きたのかと思って、娘に謝ろうと思ったら、娘が、入れた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 。って、ブツブツ言っている。やばいと思って、なんとかこの場を離れようとエンジンをダメ元でかけてみた。そしたらかかった。急いで来た道を戻っていった。娘は隣でまだつぶやいている。早く人がいるところに行きたくて車を飛ばした。ようやく街の明かりが見えてきて、ちょっと安心したが、娘のつぶやきが、入れた入れた入れた。から、でん、
そう。滅。に、いつの間にか変わっていて、顔も娘の顔じゃないみたいになっていた。家に帰るにも、娘がこんな状態じゃ、って思って、目についた寺に駆け込んだ。夜中だったが、寺の隣の住職が住んでいるところには明かりがついていて、娘を引きずりながらチャイムを押した。住職らしき人が出てきて、娘を見るなり、俺に向かって、何をやった?って言ってきた。山に入って、変な奴を見たことを言うと、残念そうな顔をして、気休めにしかならないだろうが、と言いながら、お経をあげて娘の肩と背中をバンバン叩き出した。住職が止まっていけ、と言うので、娘が心配だったこともあって止めてもらうことにした。娘は山の毛に疲れたらしく、四十九日経ってもこの状態が続くなら一生このまま正気に戻ることはないらしい。住職はそうならないように娘を預かって何とか山の毛を追い出す努力はしてみると言ってくれた。妻にも俺と住職から電話をして何とか信じてもらった。住職が言うには、あのまま家に帰っていたら、妻にも山の毛がついてしまっただろうと。山の毛は女につくらしく、完全に山の毛を抜くまでは、妻も娘に会えないらしい。一週間経ったが、娘はまだ住職のところにいる。毎日様子を見に行っているが、もう娘じゃないみたいだ。にたにた笑って、何とも言えない目つきで俺を見てくる。早く元の娘に戻ってほしい。遊び半分で、山には行くな。山の毛。ある単線の廃駅。友人の話。単独登山を好む彼は、よく山中の無人駅や廃駅を宿にしていたらしい。その夜も、ある単線の廃駅でまどろんでいたという。真夜中を過ぎた頃、澄んだ音が聞こえて目が覚めた。リンという鈴の音だった。しばらく耳を澄ませていたが何も聞こえず、気のせいかと思い始めたとき、急に連続した鈴の音がガランとしたホームに鳴り響いた。身を固くした彼は、向かいのホームの屋根の上に誰かがいることに気がついた。長い髪の女が月を背にして激しく頭を振っている。頭を振るたび、鈴の音がリンと響く。凝視していた彼は、不意に自分が間違えていることを悟った。女は屋根の上に立っているのではなく、建物の裏側に立っていたのだ。一体、何頭身あるのだろうか。頭の大きさが普通なだけに、とんでもなく異様な感じを受ける。やがて女の体はぐっとしなり、彼の目の前まで顔を突き出してきた。目に瞳孔はなく、口が耳まで裂けていた。彼はそこで失神したらしい。目を覚ましたときは、すでに夜が明けていた。前夜の出来事を思い出させるものは、何も残っていなかったそうだ。ある単線の廃駅。
改造も山にまつわる怖い話その10をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ゾウと申します。いや、とうとう10まで来ました。動画投稿してだいたい3ヶ月、4ヶ月、まあ3ヶ月ぐらい経つんですけど、まあ3ヶ月で10かっていう感じですね。これ例えば今後何年も何年も動画アップしていったら、山にまつわる怖い話その100とかになっていくんでしょうね。もう今は全然想像できないですけど。で、そんだけ山にまつわる怖い話があるのかっていうのもちょっと疑問ですけど。今回はまあ10ということで、有名な山の毛という話を読ませていただきました。なんか少し前にスマホでネットサーフィンしていると、広告漫画で八尺様とか山の毛のエロ漫画の広告がまあちょっとありましたよね。なんかあれ見て、なんか商売魂たくましいなって思うのと、この怖いやつをエロに持っていけるこの日本人すげえなっていうふうに思いました。なんか客観的に見ると、日本でまあ変態なんだなっていうふうに思ってて、ティッシュの消費量がまあ世界一だったり、クリスマスに X ビデオのなんか視聴率がめっちゃ上がってたりで、あと日本のその観光資材、もう秋葉とかでフィギュア買っていくような人もいますし、まあある意味ポップカルチャーをまあ売り物にはしてるんでしょうけど、なんかそういうカルチャーをなんか観光客に向けてる国ってあんまりないんだなと思ってて、世界的に見たらまあだいぶ特殊なんだろうなっていうふうには思ってます。なんか幸せを感じる時はどういう時っていうそのアンケートがあって、大体の国の1位が好きな人と性行為をするだったんですけど、日本だけダントツ美味しいものを食べた時だったんですよね。まあ僕もそうなんで、こういう感性大事にしていきたいなっていうふうに思ってます。それでは山にまつわる怖い話その11でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほなほな。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。登録者数が、キリのいい数字になりましたら、ゾウが体験したもしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っております。よろしければチャンネル登録、ツイッターの登録等よろしくお願いいたします。ほなほな。